be good for me. Lately I've...本日は仮想通貨ボクセルのチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけども8月9日の14時46分 YouTube 録画しております。はい、それでは今日はアメリカ市場ですね、こちらを振り返っていきたいと思うんですけども、その後ですね、重要な指標のオイルとか、それからビッグ指数などをチェックして、それからビットコイン、アルトコインですね、しっかりチェックした後ボクセル見ていきたいと思います。ボクセルという仮想通貨、皆さん聞いたことないかもしれませんけども、ゲームに関連して元素技師のような仮想通貨なんですけども、詳しく後ほどご紹介させていただきますので、最後までご覧になっていただければと思っております。まずニューヨークダウなんですけども、29ドル高、それからナスダックが13ポイント安、それから S&P も 0.12% 下落ということですね。それからダウ先物がプラス25、それから日経先物はマイナス44ということで、こちらは高安まちまちということですね。それからオイルが90上回っているのかなという感じで 90.86 まで上がってきています。100にまた向かっていってるんじゃないかなと思うので、ちょっとここを警戒しておいた方がいいかなと思ってます。それからビッグ指数ですね、この青い数字がついたところなんですが、こちらが 21.29 ということでじわり上がってきております。 0.66% 上がっているということですね。まあ、これ恐れを表すような指標なんですけども、これが上がってくると仮想通貨が荒れたりとか、ね、株式が荒れたりとか、ちょっとボラタイルな展開になってくる可能性があるので、ちょっとここは様子をね見ておいた方がいいんじゃないかなと思います。消費者物価指数などの発表もありますので、ちょっとここには注目かなと思っています。ビットコインなど見ていきたいと思います。ビットコインは今日は322万ということで、状況的には悪くないと思いますね。非常に安定した値段の推移が続いていて好感を持っております。それからイーサリアムですね、こちらの方も値段はキープしているような状況で、高くなっているような状況であります。24万円まで回復ということで、値段の方ですね、安定して良い感じかなという感じですね。それでは仮想通貨のボクセルですね、ちょっと久しぶりのチャート分析なんですけども、ちょっと見ていきたいと思います。こちらが仮想通貨ボクセルということで 59.5 円ということで、ランキングも550位ということで、ちょっと中途半端なねランキングのものになるんですが、ゲームのね元素騎士のような仮想通貨ですね、ゲームの中で使われて報酬でもらわれたりとか、こちらバイナンスでねローンチパッドが行われたんですけども、その後ですね鳴かず飛ばずということで、全然値段の方が下がったまま上がってこないという感じですね。ちょっと元素騎士と本当に似てるなというところがあるんですけども、最近ちょっと値段がですね戻ってきてる感じがあるので、ちょっとあえて取り上げていこうかなというところで、一つご紹介させていただこうかなと思っております。このような感じでですね、58.5 まで下がったんですけども、 59.44 まで今日も戻してきています。それから週足チャートですね、60円超えた場面があったんですけども、そこから 58.5 まで下がってしまって、ここも少し戻り基調ですよね。すいません、ちょっと今1週間のチャートじゃなかったですね。1週間のチャートこちらになりますね、すいません。62円というところまで上がったこちらボクセルですけども、今大体2円ぐらいですか、ちょっと下がってしまったという感じで、ただですね、値段の方はしっかり買われているなという感じでいいと思います。これが月足チャートになります。 62.5 まであったんですけども、そこからですね、まあ下がってはいるものの、ちょっと買われているなという感じがするので、値段の方だいぶ回復してきているなと、42.5 とかまでね下がった場面あったんですけども、だいぶ値段の方変わってきて、上がってきてるんじゃないかなというふうに思います。これ三月のチャートです。100円ぐらいまであったんですけども、そこからね42円ぐらいまで落ちてしまって、今、半値よりは下がってないぞという感じなんですけども、結構高かった場面あったので、ちょっとそこから見るとかなり40円ぐらいは安くなっちゃったのかなっていう感じですよね。30円弱今日ぐらいですかね。これから、年間チャートなんですけども、なんと500円ぐらいまで上がってた時あったということでね、これは多分上場した時ぐらいだとは思うんですけども、かなりそこから見るとだいぶ安いぞということで、それを考えるとちょっとボクセル面白いんじゃないかなと思いますし、ゲームを無料で始められるということで、報酬も、ステップンとかと違ってですね、初期投資いらないみたいなんで、ちょっと面白いんじゃないかなと個人的には思うんですけどね。ただ人気がないということと、知名度が全くないので、ち
ちょっと安値放置のままなんですけども、こういう仮想通貨をちょっと狙ってみると面白いんじゃないかなと。もしゲームがですね、日本でも人気が出てですね、買われるようになったら値段の方はもっと上がってくると思いますし、まあ、ゲームがですね普及して、まあ、評価が高まっていけば値段は高まってくると思います。まあ、使われないと上がってこれないと思うので、まあ、そのゲームがね他の国々でもまあ普及していけばということで、ちょっと期待できるんじゃないかなと思いますし、まあ、値段はなんか上がりそうな雰囲気はあるんで、ちょっと期待して見ておく必要もあるんじゃないかなと思います。ちょっとバイナンスの方で、購入多分できると思いますので見てみてください。確か私もあのローンチパッドかローンチプールだったと思うんですけど、ローンチパッドだったかなだと思いますが、まあ利益に出させてもらってですね、まあ、なんか懐かしい仮想通貨だなと思うんですけども、あのロゴも結構かっこいいんですよね。まあ、ですのでちょっとこうなんかこう NFT っぽいというか、なんていうんですかね、まあ、ちょっと人気化しそうな感じはするので、ちょっと期待していただいてもいいんじゃないかなと思ったりもしています。はい、ということで今回久しぶりにボクセルのチャート分析してみたんですけども、いかがだったでしょうか。皆さんもね、何か取り上げてほしい仮想通貨などあれば、ランキングよりこのぐらいのものでも構いませんので、ちょっと一応教えていただければと思います。ゆえですね、ちょっとそれも書いていただけると、なんでその仮想通貨に興味を持っているか、ま、マークが可愛いとかね、まあ、ちょっといろんなプロジェクトが、ロードマップがどうのこうのとかいろいろわかんないですけども、何か特徴があって、ご紹介させてほしいなと思いますので、ぜひですね、理由ですね、なんで紹介してほしいのか、見てほしいのかっていうものと、例えば自分が持っていてたくさん負けてしまっているとか、まあ、明確な理由があったらそれはそれでいいんですけども、まあ、ぜひ書いておいていただければと思います。それからチャンネル登録まだの方はですね、こちらのチャンネル負けない投資というところにコンセプトにこだわっておりますので、最近負けているなっていう方とか、踏み損がすごいなとか、踏み損がまだまだあるなっていう方、負けたくないなっていう方はぜひチャンネル登録よろかったらよろしくお願いいたします。私も負けるのは嫌い、人一倍嫌いで、ありますので、負けないというところにコンセプトを置いてチャート分析しっかり毎日しております。はい、ということでチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それから、こちらのチャンネルの方なんですけども、基本的にライブなどもね最近始めているので、もし、タイミング合えばライブの方もよかったら参加の方してみてください。はい、ということで今回は、ボクセルチャート分析最後までご覧になっていただきまして本当にありがとうございました。